誰かと出会い何かが起こる、それがあなたが今いる場所から幸せになる一番の大きな鍵です。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、私が心理学を勉強して、なんでって一番びっくりたまげた、でも皆さんにとってすっすごい役に立つ話をします。私がですね、心理学を勉強して一番初めにびっくりしたのは、人間というのは幸せになることは死ぬことよりも怖いんだよって教えてもらったことです。なんでって思いません？だって幸せになりたいじゃん、なんでそれが死ぬことよりも怖いの？それはですね、皆さん今大人って結構こんな風に生きてませんか？期待しないで生きていこう、期待しないでね、もうそこそこでいい、まあ、そこそこでいいじゃないか、そこそこでって言うとですね、知らない間に人生のそこそこで生きていかなきゃいけない羽目になっちゃったりします。そうですよね皆さん。でですね、なんか期待しないでおこう、期待しないでおこう、いいことがあった時だけラッキーだと思うというこの生き方はですね、他人だけではなくて、人を期待しないっていうことだけじゃなくて、自分の人生も未来も、まあ、期待しないでおこう、どうせいいことは起きないし、どうせ誰も私は愛さないだろう、どうせみたいな風にどんどん絶望して生きていくわけですね。そうするとですね、例えばまあね、付き合ってる彼はまあつまんない男で、まあ彼と付き合っても一生ロマンスはないかね、もうまあいないよりはマシかな、でもまあ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 、まあ、酒もね、まあこれさえあれやって、もうこれがね、絶望の痛み止めになっちゃったり、まあ、タバコとかですね、なんかあなたの人生でギャンブルとか慰みが必要になるんです。まあこれさえあればなんとかね、その瞬間だけちょっとエキサイティングになって生きられるかな。この状態っていうのはですね、なんかあなたが自分の未来に良きことが起こるなんていうふうには全く思えないっていうことなんですね。実はですね、昔私の次にですね、メンタルでトレーナーになった安蔵くんっていう男の子がいたんですけれども、この男の子っていうのは、まあ、家庭環境に全く恵まれず、そして暴走族になり、そして暴走するバイク事故でですね、下半身不随になっちゃったんですね。もう1年半ぐらいだったかな、もう病院に入院してですね、もう一生歩けませんっていうふうに言われちゃったんです。当然ですね、こう思いますよね。彼はこう言ってました。ああ、俺はもう幸せにはなれない。こんな体になっちゃったら一生結婚できないしですね、一生恋愛なんか無理だ。その時に、まあテレビっていうのはだいぶ前の話ですから、若かりし松田聖子さんとトシちゃんがですね、ハッとしてグッとしてセスリチョコレートみたいな CM をよくやってたんですけど、もうすぐパチンと消しちゃってですね、俺には縁がないことだって思ったわけですよ。でそれからですね、安岡はまあいろいろなことがありですね、まあ本当複数回結婚してですね、もう俺よりも大きい体なんですよ。で若い時はすげえかっこよかったんですけどですね、まああの本当に将来的にはこうガマガエルみたいな顔になっちゃったにもかかわらずモテるんですよね。まあ私もだいぶですね、あのお尻を拭いてあげたりいろいろサポートはしたことがあるんですけれども、で大人になってですね、すごく幸せになった安蔵くんにこんな話をしたことがあります。おい安蔵、タイムマシン乗って昔のさ、あの病院で絶望していた頃のお前に出会ったら、あの時のお前になんて声かけてやりたい？って、心配すんな、幸せになれるし、彼女もできるし、結婚もできるし、子供もできるんだぞって言ってやりたい。だったらあの昔のお前はなんて言う？え、俺じゃあ歩けるようになるのかって言うかな。
じゃあお前なんて言うの。いや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 、それが それはごめん、歩けるようにはちょっとならないんだよね。でも幸せになれるから。歩けないのに幸せになれるわけないじゃんって、ここがつながらないんですよね。だってその後安藤くんはですね、なんとまあ24時間テレビのですね、あのドラマになってですね、安藤くん役をですねニノがするっていう、すっごいこう理不尽な、まああのその話ではちょっと僕役もあるんですけど、ちょっと訳あってですね、昔自慢してたそんな話ができなくなったんですけど、まあ事情はですね、おいおいですね、どっかであの知れるんじゃないでしょうかね。ちょっと私役してたすっげえかっこいいで俳優さんがちょっと事件を起こしちゃって、てん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 、まあコメントは避けたいと思いますけれども、皆さんは幸せになれない理由っていうのはいっぱい説得されますよね。俺ってこうだから、私はこうだからとか、可愛くないから、太ってるからとか、落ち着きがないからとか、格調高い話ができないからとか。でもね、あなたが愛されて幸せになれるっていうのはあなたがコントロールできないわけですよ。つまり幸せになることは死ぬことよりも怖いって言うんだけど、この死ぬのはですね、どうせ私なんかっていうのはエゴと言われるあなたを責める考え方。エゴが自分だと思うとですね、愛されてエゴがなくなると、エゴが自分だって、エゴがなくなると、それエゴが死んじゃう、自分が死んじゃうみたいに思っちゃうわけですよね。あなたが幸せになると自分を責めていた考え方や物事の見方、どうせ人はって思ってたけど、その人っていうのは俺を愛してくれるのか、そういうふうにですね、あなたの自分を責めていたもう一人の一つのネガティブな自己が死んでしまう。でもエゴが自分だと思うと、エゴがなくなると俺が死んじゃう、なくなるみたいに人は思っちゃうっていうことなんですよね。逆に言うと死にたいなんて思っちゃってる皆さん、それはですね、死にたいわけじゃなくて、皆さんはやり直したい、生まれ変わりたい、もう一回一から人生やった方が、こんなにもつれにもつれた人生をもうどうしていいのかわからないよ。そうすると死っていうのはやり直すための手段。でも死ななくてもやり直すことはもちろんできるんですよ。あなたは愛される価値があるっていうのはあなたはなかなか信じられないわけです。それはですね、人があなたに与えてくれるものでコントロールできないことなんですね。私たちっていうのは本当に、愛っていうのは信頼、心配はエゴという言葉があるんですけれども、本当にあなたを応援してくれる人必ずいますから、信頼する、そしてあなたの人生を本当にもっと幸せな人生にするってあなたは決めるだけで、いろんな人と出会ったり、キーパーソンと言われる人と出会い、誰かと出会い、何かが起こる。それがあなたが今いる場所から幸せになる一番の大きな鍵です。でもあなたは今誰と出会うかわからないし、何が起こるかもわかりませんよね。ひょっとして今日あなたは私と出会うことで人生を変えるきっかけになるかもしれません。この話役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。
こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。